ナイス B チーム、ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回のオゾンの使い方シリーズその3はですね、前回エキサイターに続いてコンプレッサーのエフェクトを紹介していきたいと思います。ここではですね、ダイナミックスと言われているものがそれに当たります。ではここをねプラスボタンで、ダイナミックスをクリックしていきましょう。そうすると、これマルチバンドのコンプレッサーなんですね。これどういうことかというとね、前回の動画も見てくれた方は分かると思うんですけれども、同じくこのように帯域ごとに分かれてます、かけられる部分を。でもちろん同じで、ここでバツボタンでね帯域をね一つに、絞ることができたりとか、あとはラーンというボタンを押すことで、この曲に合ったような使いやすい設定の幅を、最初に作ってくれるっていう機能もあります。でこのコンプレッサーというのは、まずねこの専用の動画があるので、コンプレッサーとはそもそも何かというね動画を見ていただけたらと思うんですけれども、ざっくり言いますと音量差を、なくすものなんですね。例えば出過ぎた音量のものは、その設定した範囲のところだけを抑えて、そして、ちょっと足りないなという成分はこう自然に持ち上がるように設定するっていうこと。例えば言うとね、こうテレビで思いっきりハッ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 って大声の大笑いと、こんにちはっていうねこのささやき声、同じ音量感でテレビとかラジオで聞こえると思うんですけれども、これもコンプレッサーのおかげです。同じ音量になるように、大きすぎる音はちょっと抑えたりとか、小さすぎる音は持ち上げたりということをしてくれてるからなんですね。ではここのマスタリングではどのように使うか。これはオゾンにおいてはですね、マルチバンドになっているという、ことなんですけど、それには大事な理由があるんです。どういうことかというと、コンプレッサーは何でもかんでもね、これかければ、マスタリングになるんじゃないかというふうにね思っちゃいがちなんですけど、そういうことではなくて、適切なところにアプローチをするということが大事なんです。例えば高音がバチバチいってて、そこだけを抑えたいというときは、この高音の部分だけを使うみたいなイメージですね。ちょっと帯域ごとソロで聞いてみましょうか。こういう感じ、ちょっとこのあたり絞り込んでみましょうか。わざと耳に痛そうなところ、このあたり、このパチンパチンってなってるところ、このあたりですね、パチンっていったところを、例えばちょっと耳障りだなってなったとしましょう。例えばそこだけを抑えることができる。ここではねそんなに耳障りではないんですけれども、ちょっと例えばの例でですね、いきましょう。じゃあまずやり方は、ここをクリック、変化させたい帯域をクリックすると、この赤いゾーンのパラメータが表示されます。ちなみにここでオールボタンを押すと全部見渡すこともできるんですけど、ここではねバンドごとでやっていきます。でまずポイントなのは、このコンプレッサーのスレッショルドっていう項目、ここを下げれば下げるほど、この圧縮の対象になっていきます。ポイントはこの白いこのゲージが上がってますよね。これがこの今曲の流れている音だと思ってください。このハードルを下げていくと圧縮されていくんですよ。わかりますか？下げれば下げるほど圧縮されまくっています。この赤いのが下がってきてますよね、このゲージが。これがこれだけ圧縮していますよっていう証拠なんです。ではじゃあ逆にこのコンプレッサーのねこのバーを上にすると、何も圧縮は始まっていない状態なんですね。でもっと分かりやすくするために、ここのボタンを押すと、このどれぐらい圧縮するかというのがメーターで見ることができます。ちょっとやっていきますね。ちょっと下げると、ほら下がってますよね、赤いゲージが。それがこのゲインリダクションという風に言って、これだけゲインがリダクション抑えられていますよってことなんです。このゲインリダクションメーターっていうのがこの赤いこの動いてる部分ですね。で下げていくと、思いっきりもぺっちゃんこにされてますよね。もちろんここでも、操作することはできるんですけれども、自分のやりやすいやり方でやってみましょう。でアタックタイムとリリースっていうのは何かというと、これもね、コンプレッサーの動画を見ていただきたいんですけれども、反応する速度ですね。速くすればするほど細かい速いパーカッションとかの音に反応する。であんまりこれマスタリングの場合は速すぎても、音がねこうグワングワン揺れてしまうこともあるんですよ。なんかぺっちゃんこになってるの音になっちゃうことがあるので要注意ですね、マスタリングの時は。ちょっと遅めの70とか前後にするのがいいのかなと思ってますね。まあ、ケースバイケースなんですよね。でリリースもこれもね、速くすればするほど、コンプレッサーがねこの
圧縮行為やめるスピード、このバーよりもこの音量が下がった時にコンプレッサーはコンプレッションをやめるんですけれども、やめるスピードのスピードがこのリリース、これを長くすると、やめるのが遅いんですね。コンプレッサーをなかなか戻んないですよ。長くしちゃうとコンプレッサーがなかなか戻んないね、戻らないでしょ。早くするとすぐ戻るみたいな感じで、これどういう時に使うかっていうと、早ければ早いほど戻りが早いからタイトな音をね、保つことはできるんだけれども、早すぎると逆にケースバイケースなんですけど、場合によっては音がポンピングって言って揺れてしまう嫌な現象になることがあるので、これも注意は注意ですね。遅くしすぎてもなんかずっと圧縮は、されたような音になっちゃうことになるので、これも本当にかなりコツがいる部分なんですけれども、曲調によって、決めていく必要があります。最初はおすすめなのがこのリリースっていうボタンがあるんです。オートリリースみたいな、これを押すと、自動でこの AI がですね、程よいリリースタイムに設定してくれるっていう素敵な機能ですね。なのでアタックはちょっと遅めにして、リリースはお任せするのが最初はいいと思います。でオートっていうこのボタンあります。これ何かというとオートゲイン、コンプレッサーってだいたいこの抑え込んだりすると音量が下がっちゃったりとかするんですね。なのでその分音量のこの原因といったところで、下がった分は音量を上げるとか下げたりとかっていう風にする必要があるんですけれども、オートにすればコンプレッサーをかける前と後での音量を勝手に差がないように、一応勝手に調整してくれるっていうもの。でこんな感じですね。でここで何をやりたかったかというとね、話を戻るとこの部分ですよね。このバンドのこの部分のちょっと耳障りだなと思う、アタックをちょっと削りたいだけなので、本当にちょっとこのバーをこの音量を下げていきます。だいたいリダクションが、リダクション量が本当にマイナス2デシベルとか少ないところ、本当に緩い感じでいいと思います。そうすると耳に痛い、ちょっと嫌な感じが減るんですね。じゃあこれオフにしましょうか。オフにするとこんな感じ。そうするとパチンっていうところの出具合をチェック。オンにするとちょっと抑えられたの分かりますか。ちょっと分かりにくいですけどね、ちょっと抑えられてるんですよ。じゃあもっと分かりやすく、ちょっとワード下げるとこんな感じ。これがかなり抑えられて、ちょっと平坦な音になったような音量感が感じですね。っていう風にやって各帯域に、バランスよくコンプレッションをかけるのが非常にいいのかなと思いますね。であとポイントとして MS っていうね、前にお伝えした MS 処理もできますし、あと MS じゃなくてこっちですね、フィルター機能もあります。これは何かというと、その部分はコンプレッサーの効果をかけないでくださいねっていうことができるんです。例えば今全体にコンプレッサーがかかってしまってるんですけれども、例えばここですね、ハイパスっていったところをクリックするとこのようになりますよね。でこのソロを押すとフィルターがかかっている部分だけを聞くことができるんですよ。例えばこの状態はどういうことかというと、この高い成分しか聞こえてないですよね、今音。つまりとこの成分のみにコンプレッサーをかけることができるよってことなんです。っていうのがこのフィルターですね。でこれ慣れない間は無理して使わなくていいので、まずやるべきことは、ちょっと抑えたい帯域はどこなのかっていうのを把握して、そしてそこだけをこのコンプレッサーの、このスレッショルドでどれぐらい抑えるかというのを決めるというところですね。で最後のおまけで、ここですね、例えばバンド今全部にしちゃってますけど、バンドを1バンドにした場合ですね、その場合本当にコンプレッサーが全部にかかるので例えばコンプレッサーを全部にかけた時に微妙にこう抑えたい時とかね、全体にかけるということもできるんですけれども、それはね、この後の今後のシリーズの動画でお伝えするヴィンテージコンプレッサーの方がその点に関してはなんか使いやすいのかなって思う面もあるので、次回の動画も楽しみにしていてください。あと有料のメンバーシップ動画でもよりね、様々なねテクニック、お伝えしているので、ぜひ合わせてご利用ください。ナイスティティームキックでした。ありがとうございました。